西田周平3月21日から1997年4月13日は、日本の元陸上競技選手。和歌山県東室郡那智村出身。1936年ベルリンオリンピック銀メダリスト。早稲田大学卒業。弁護士、西田育成、楠木枝の長男として生まれる。和歌山中学校卒業後、小田三夫に、 眼下されて、総大理工科に進学。棒高飛びのエキスパートとして知られ、在学中に1932年、ロサンゼルスオリンピックに出場。銀メダルを得た。卒業後は、日立製作所に入社。1936年ベルリンオリンピックでは、OSAO と2.3位を分け合い、帰国後に、お互いのメダルを切断して、友情のメダルを作成したことは、ストに有名。 このエピソードは、道徳の副特本に掲載されたこともある。ベルリンオリンピックでの有志は、レニリー・フェンシュタールによる、記録映画、オリンピアにも収録されているが、実際の競技が夜にまで及び撮影ができず、後に撮影し直したものである。競技の当日、4平方メートル5センチメートルで3人が並び順位、決定戦の1本目で西田と大江の2位、3位が確定したが、 日没や日本人同士の順位争いだったため西田は二人で任位を分け合うことを望み打ち切りを提案する。結局4平方メートル後を1回目で飛んだ西田に銀が与えられたが、西田がこれを不服とし、表彰式で大江を2位の台に、上げ自らは3位の台に立っている。帰国後に銀メダルを持ち帰った、大江の兄が間違いに気づき西田のもとにメダルを届けるが、悩んだ西田が、 知人の経営する宝石店で二つを切ってつなぎ合わせ、銀、銅二色の友情のメダルが誕生した。西田は競技生活を終えた後も審判、監督職で活躍し、1959年には日本陸上競技連盟理事長に就任した。日本オリンピック委員会委員としては、1980年5月24日、モスクワオリンピック参加不参加を問う。 JOC 総会の投票で不参加に投票した。1989年には日本オリンピック委員会よりオリンピックオーダー現象を受賞した。西田の子息に学士プロの第一号としてプロゴルファーになった西田マスケがいる。1997年4月13日、心不全のため死去した。87歳ボー現在も西田修平、高橋光一。 記念国際室内棒高跳び競技大会が毎年開催されている。ありがとうございます。